10から30代女子が、綾瀬はるかと共演してほしいイケメン、新春ドラマ、ギボムス、で共演熱愛疑惑の相手も、綾瀬はるかが主演を務めるスペシャルドラマ、ギボと娘のブルースファイナル2024年金河新年スペシャル、TBSK が、2024年1月2日に放送される。ギボと娘のブルースは連続ドラマとして放送された人気シリーズで、 今回で完結するという。同ドラマで綾瀬は竹の内豊か、略夜行、コンビをまた見たいから、38歳、女性主婦。良い科学変化が起きそう、37歳、女性。コメディ系をやったらとても似合いそう、29歳、女性、事務職。面白い人だから、20歳、女性学生フリーター。綾野剛は、 綾瀬が主演を務めた2013年放送の NHK 大河ドラマ、八重への桜で共演。綾瀬は幕末のジャンヌ・ダルクと称された新島屋絵を演じ、綾野は会津藩の第9代藩主松平方森を演じた。綾野は来年1月に主演映画、カラオケイコの公開を控えている。 清楚系の綾瀬さんと正反対な雰囲気の綾野さんという意外な組み合わせが面白そう。21歳、女性。横に並んだ時、なんとなく釣り合いそうだから、39歳、女性、主婦。お似合いだと思う、28歳、女性、主婦。イケメンかける美人は最高だから、15歳、女性、学生フリーター。